長崎県南島原市出身、石浦が力水をつけた宇良、宇良が東の十両筆頭に番付を上げて今場所も2勝1敗で今日4日目を迎えています。巨体の佐田の富士との対戦です。今大阪寝屋川出身というアナウンスもありましたが、まあ、藤金さんも大阪出身ですから郷土の後輩ということにもなる宇良ですが、やはり注目されてますね。そうですね、本当にあの異色なんですね。本当に個性のある力士ですよね。そうですね、なかなかその、あの今場所も初日大砂嵐、土俵際粘っての寄り倒し、はい、そして2日目青朗戦でははたかせて押し出し、まあ、昨日は敗れてしまったんですが、それでも昨日は攻め込んでおいてはたかれての黒星でした。でまだ入門して、ね、浅いんですけど、やはりま体もこれだけ変わるぐらい大きく相手ですから、本当に一日一日ちゃんと自分で計画立っててやってるんでしょうね、と思いますね。入門から1年半ですからね、今日の対戦相手の佐田の富士とは夏場所一度顔があって、その時は佐田の富士がもろ手突きから宇良を入れさせずにうまく取って佐田の富士が押し出して勝っています。ただ佐田の富士に言わせると、やはり宇良は立ち合いの圧力があるんだそうですね。ですから佐田の富士は立ち合いでやはり圧力負けしないことがまず大事になると。そうですね、絶対引いちゃいかんですよね、はい、あの佐田の富士からしたらですね、やっぱり低く鋭くきますからね、かといってあのお尻引いてですね、あの守ってるようじゃいけないですね。その辺が難しいところですね、どうにか裏はバランスをね、あの崩さそうとしますからね。そうですね、そして前に出る圧力もあるからですね、裏からするとどうですかね、まず当たってそこから腕を手繰りながら、ね、いろいろかき回しながらですね、それはもう理想はそのまままっすぐ持っていけば一番いいんでしょうけどね、はい、まあそれは大丈夫ですけども、相手を引かすような相撲が取れれば理想じゃないでしょうか。両者にとって立ち合いが大事。制限時間いっぱい、金太夫軍配を返しました。はい、もろ手突きから宇良はあてがっている。佐田の富士がここまでうまく見ている。はたき込み、佐田の富士がうまく取りました。宇良今日は前に落ちてしまいました。佐田の富士がうるさい相手を退けて、これで今場所の初日が出ました。1勝3敗、宇良敗れて連勝の後連敗です。決まり手は叩き込み、叩き込みで佐田の富士の勝ち。べっとりと土俵の土が田草のあたり、そして肩口につきました。佐田の富士がうまく取りましたか。そうですね、落ち着いてましたね、裏もよく喉をね、喉をついて相手に起こしましたよね、はい、相手やっぱり、相手に圧力をかけてるからまた火も引きましたね、やっぱり立ち合いからあの顎を狙って喉輪で顎を起こした状態を起こしたことがやっぱり勝因じゃないでしょうかね。なるほど、あれはもうずっと潜られたままだったら引いちゃうと思う、持っていかれたと思いますけどね、圧力かけてるからやっぱり基本はやっぱりお相撲圧力かけて前に出ることですね、四つになろうが、お相撲にしようがですね、はい、はい、なるほど。